演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのオーバージュビスケットを食べたいと思います。これが1キロ入ってると思うんですよね。すごいですね、1キロのビスケットなんて初めて見る気がします。これ開けるの大変だな。で、おー、なんかパンとかに入ってそうなところですね、これ。どう？あれ、開けたけど、あんまり甘い香りとかはしないですね、これ。そして、でかすぎてそこ見えねえ。では、まあ、こんな感じですね。一つ一つ動物が描かれていますね。ただ、1キロいきなり一気に全部食べれるのはさすがに無理なので、もう食べられるだけ食べたいと思います。では、いただきます。うわあ、やっぱり桃だけあって甘いのかな。これはすごいわ。香りはそこまでふわってくるものではないんですが、サクサクとした食感と程よい甘さはとっても美味しいビスケットでした。見た目も可愛いですね。なんか輸入菓子なのにこのタコみたいなのが生き物がいるっていうのはちょっと不思議ですね。日本にないだとあまりタコって馴染みがないとか聞いたことあるんですけど、アセリタなのかな。あ、分け合うにもいいと思いますので、こちらを提出させていただきます。ただ、さすがにこんだけも最初も言いました。これだけも食べきれないので、こちらまた食べていきたいと思います。それでは、ツバメもや、神経性異常異変を患うも。いや、そんなことはないか。いや、ありえるか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞品。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。